逆光の時とかさ、ヘッドアップしやすいから気をつけて。打っとけばいいかな。うん、ね、僕は80とかでもいい。乗るは乗る。はい、あ、乗った気がする。全然見えない。でもなんかすごいいい方向で、うん、切り抜けて飛んでった。あやかろう、後ろ向く。胸の面を後ろ。痛い。右向いてる？うん。右よりちょっと左向いてる。はい。胸の面を後ろ。あの今の動き何ですか？つま先に行って。こうなろうとしたんで戻りました。めっちゃ面白い動きしたんだけど、なんか後ろっていう、なんかゆっこみたいな、なんかこんな感じだったから戻っていた。なんかゆっこよりもちょっとトリッキーな動きしてた気がする。本当ごまかしたんだけどやっぱ突っ込む。どこだろう、硬い全然。そしてどこだろう。でもなんか振り抜けは気持ちよかったから、行ってるは行ってるよ。結果はちょっと行ってみよう。ここか、ここかったの。まあまあって言うんだな。これぐらいのパターはもう寄せようだよね。そうだね、まあ、でもそうだね、ちょっと変なとこ来た。変なとこ来た、なんかちょっとマウンドがかかる、うん、ここで持ってかれる。こっちにポーチじゃないかな。こっちか。はい。芝の、あの芝の右側通すか。あ、ある芝。いいよ。いいよ。いいよ。惜しい。やった。ご褒美くれよ。いいね、いいね、でも。ナイスタッチよ。はい。それで行く。すごい入るんですけど。やばいね。逆逆逆だよ。リサちゃん。なんか演者が逆だよ。あれね。あまりに辛そうだったから、なんかちょっと私、ね、ゴルフやろうかなってやっぱそういうところがあったの。そういう。もう見てられない。私が出すみたいな。やるよ。私の背中見ときなさい。やばくない？バーディーバーディーってある最近？ないね。やばくない？ビルに見かねちゃったよね。完全に。これやばいね。え？どうしたの？どうしたのじゃないよ。どうしたの？面白すぎない？私のバーディー、あ、多分消えたとか言って。私の OB。平和だね。平和。平和。だって前向きになってきたもん、すごく。ね。いつものココロちゃんになった気がする私。あ、このために私叩いたんだとか思って。あ、パー5です。はい。当時さ、目指してた時とさ、パターの勢いが違いすぎない、うん、違いすぎて自分でもわかる。怖い。なんかもうショート見ないね、うん、95やって何かが吹っ切れたように言ってるよね。本当だよね。キラちゃん多分上いけると思うよ。あの一番木の上、うん、それで行く。なんだよね、持ち玉決まってるし。押す。そこちょっとさ、つま先上がりじゃん。うん、できなんか泥かかるのにはちょうどいいなと思って。お傾斜も使っちゃう、うん、バーンとね、バーンと。
行きました。いいんじゃない？多分平気と思う。うん、私どうすればいいかな。私はバンカーの上とか。私はそうね、バンカーの上でもいいと思うし、こっち側構える。そうだね、そっち側立った方がいい ね、 ね。あんまりこっち行くとさ、そうそうそう、なんかねブイン、ブイン出るから、ブイン出る、バナナ出るよ、バナナ。これバナナ出てもそこで行くしね。うん、オッケー、バナナオッケーと思う。胸の面を後ろ、胸の面を後ろ、当時やってる時は、うん、いいショット打たなきゃって思ってやってた、うん、でも今は、うん、フェアウェイにあればいいやぐらい。グリーン、グリーン完璧だよ。グリーンの方向を飛んでけばいいやぐらい、ま、前にこうやって放物線描いていけてれば、うん、そうそうそう、フェアウェイ捉えて、もうなんか自分でこう OK 範囲を狭めすぎてて自分がいっぱいいっぱいになってた。やってる時はだからグリーンの端に乗るとか ありえないみたいな。なるほどね。もう常にワンピン、まあツーピン、そうそう、ピン筋ってないとぐらいの気持ちだったけど、そうなるよね、こんだけやっててとかなるもんね。それはやっぱいいんだね。そうだよね。でなんかちょっとずつ、あ、オッケーオッケー、あそこにあんな、オッケーオッケーってやって、まあパーパーパーとか、たまにバーディーとか、たまにボギーとかなっても、うん、終わって計算してみたら、おう、パワープレイじゃんみたいな、うん、おう、アンオーバーじゃんぐらいの感じになってる今。うん、そうだよね、うん、どこで回ってもパワープレイだもんね。アンオーバーかね、最近ね。そう、やってた時と変わらないよね。むしろいい、いいやめて、むしろそんなことある。でも結構ある結構ある、うん、みんなやめて、やめて、楽になったってっていう話はよく聞いてた。やめたら上手くなったんだけどみたいな話はよく聞いてたこれ左足下がりです。はい、あの一番手前のバンカーに入れたくないけど、上げようとしちゃダメだよね。一番手前のバンカーってどれ？それもうそんなの見ないで。はいそんなレベルじゃないはず。はい、あの、まあ、右にピーって行きやすいから、うん、もうこのバンカーの上ボーンっていくイメージで。これさ、すくこっちから入ったら終わるよね、うん、そうだよね、うん、まあ、球は上がらないライだからもう上げようとしなくていい。もう上がんないから、打って低い球出てもあーとか思わない方がいい。よかった、うん、半ダメ勝負のとこ、うん、やべ、いいのいいのいいの。今のはなんで？今のはちょっと下から入った分、もっと上から、うん、はい、ちょっとやっぱクラブを長く持つかな。あ、そうね、またやっちゃった、うん、早く短く持つちょっとライ悪いから、ね、長く持つ必要がないから。そうだね、なかなか私身につかないんだよね。いや、私もそうだったよ。私も結構さ、ここグリップエンド出ないぐらいで昔持ってた。私もだからたまに飛んでくんじゃないかって思う時ある、うん、振った瞬間に。むしろここに当たるのが気持ちいいぐらいで握ってたんだけど、そんな感じ。でもこの必要性が全くないってことに気づいて、そう、ここに来ることがない、うん、ここに、ここが、そう、ここら辺のイメージなんかちょっと出てる。そうそう、この辺ぐらいだ。でもこっちの方がやっぱね、クラブは扱いやすい。あ、そう、うん、変えよう。でもそれをね、気づいたのは結構ゴルフやってから気づいた。もう何年もやってからそうやって言われて気づいた。治んないよね、なんでだろう。このなんかね、居心地がなんかだんだんやっぱ長く持ってっちゃうんだよね。前だったら今のここだからね、今だと今ここだから
前はだったらもうって感じだった。前だったらいや今の球マジでないわってなってた。そのそれなってる。そうだね、大きめがいいね、うん、寒いし、うん、胸の面がすぐいかない。でも左に振る。短く持つ。はい、今のもうわーって言っちゃったもん。うわ薄ーみたい。全然いい。グリーン捉えてる、うんうん、いいよいいよ、ナイスオンよ。うん、そうだね、あれでこっちにミスってるよりは左がやっぱり短いから。うん、結構しっかり振るの。浮かせる、うん、あ、うわー、ナイス、ナイス。すごい、ここでピッて止まったね。うん、ダラダラ上げたかった。ダラダラフィニッシュがない。左入る最後。なんかチャイフってだね。うん、こっちから見ると下りに入るんだけどさ、うん、待ってるか、待ってる、うん、まあ、でもそんな切れない、上りじゃないでしょ。でもさ、そっち行くとさ下りになるんだけど、なんでだろう。ああ、でもそうだ、ね、こっちの方が低いっちゃ低い。カップすぎてから低いって感じ。ゴルフになってる。いいよ、いいよ、私ナイスパ、はい、ナイスパ、はい。さあリコチンだ、もう一個。全部入りそう。惜しい、惜しい。ナイスパー。はい、ナイスパー。今の本当曲がんなかったね。やっぱ切れなかった、切れないかなと思ったけど切れなかった。もうちょっと転んできてもよかったけどね。まあね、うん、シャミナル、キャロウェイのやつ、うん、久しぶりに見たの。マジで笑った。未だに笑った。お腹からていうか、なんかみんな若かった。じゅんちゃんもすごい若かった。めっちゃ最近だよ。すっごい若いなと思っちゃった。あ、そう、うん、1年くらいよ。そうだよね、うん、不思議。なんでだろうね。なんかさ、服とかもそう見えない。髪型とかもすごい若いさ。そうそうそう、わかるわかる。すげえ面白いじゃん、じゅんちゃんとなんかって始まって。永遠のセブンティーンチャンネルだった。コロちゃんが、そうなの、私最近ゴルフ行ってないな。そうなの、なんで行ってないの、おかしくない、そんなの。じゃあ明日行っちゃおうかな、私も。青木劇場がすごいな。っていう感じ、っていう感じですぐ行きたくなるよね。うん。じゃあリサちゃんも、今日バーディー取ったんだよね。いや、笑っちゃったよな。リサちゃんも今日バーディー取ったんだよね。そうそう、リサちゃんに電話する。じゅんちゃんがさ、バーディー取って。リサちゃん、今日バーディー取ったんだよね、私も。じゅんちゃん、やばすぎるでしょ。あ、喜劇場どうでしたか。いや、最高だよ。本当よかった。本当、あのね、冠番組モテると思う。永遠のセブンティーンチャンネル。永遠、全然ゴルフ関係ないですね。
永遠のセブンティーンゴルフとかじゃなくてセブンティーンチャンネル。そうチャンネル。セブンティーンチャンネル。新しい新番組のタイトルが決まりました。青木純の永遠のセブンティーンチャンネルです。なんかーみたいな。っていうかさーとかいうやつ。わかる。古い。全然わかんない。めっちゃ二人笑ってるけど全然わかんないんだけど。内容はペラペラなんだけど。内容薄かった。内容ペラペラなんだけどなんかね面白い。面白いなーって思ってみて。130ヤードですね。130。1にしよう。うん。私も8番。はい。いいボール打つね。巻き寄った。でもそっち側に構えれないわ。ナイスオン。あー、巻いてるやん。巻いてるやん。巻いてるやん。短く持つ。いいよ。あれ？なんだ？お、いいよ。いい。いい。狙ってないけど。めっちゃいいよ。今。なんか あれあったもん。うまく打て通るよ。あのなんていうの？さ？さじゃない。捻転さ？違うか。捻転さ。上と下の捻転できた。うん、できたできた、うんうんうん、なんかこうさっきまでがねじれができた。あ、関節がはまってきた、うん、あ、よかったよかった関節があのいつまでロボットでいるのかと思ったよよかった、人間に戻れて。よかった、人間になれた。人間として生きていくよ、私はやっぱり結構見たね、じゃあ昨日いろいろ。昨日私え、ゆっこの新しいやつと。そう、私寝る前必ずリンゴルフ見てるから最近。え、寝落ちリンゴルフなの？全然あるよあ、そう、全然ある。あ、そう、面白いね。私リンゴルフ好きだからめっちゃ再生回数伸ばしてるあの年末の、去年の年末のさ、あ、私はあれ何個か見た。英語禁止ゲームはさ、うん、最高に面白いね、あれ、うん、言った言ったって、うん、めっちゃね、本当に喋るよね、みんな。いや、お見事だよね。英語禁止とします。わ、英語禁止。英語を喋った数だけ一度追加してもらいます。狙いはどんな感じですか？狙いは、あの旗の、うん、じゃあちょっと右目に打っていきたい。右から、右からまっすぐ、右からまっすぐ、すごい誘導が半分え、自滅した完全に自滅した。おー、 おー、いいもうそれしか言えない。じゅんちゃん今一回言ってるよ。そう、実はね、今言ったんだ。なんかじゃあさ、寸止めはセーフにするか。そうだね、言い切ったらもうアウトだよね。あ、言っちゃったじゃん、もう。なんて言ったの？リサちゃん、いや、今、なんて言ったかはじゃあ OK にする。あ、言っちゃったじゃん、もうやだあれ2だ2だ、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 もうやだ、喋りたくだよ。今のはもう日本語がなかった。なかった、ゼロです。あのミホちゃんも若くない？若い、すごい若い。わかる、あのミホちゃん超若い。
ない。リサちゃん変わってくれ。こんな感じだったよ、リサちゃん出た時。そうだよね、届かなくて。なんかもうさ、見ててさ、ココロチもさ、え、どんまいでも今真逆だね。うん、逆だね、真逆。しっかり出てる。よいしょ。だからね、やっぱね、ヘッドがね、出なくなるんだよね、ショートショートって。ええやん、ええやん、パイ足ナイスパー。ありがとうございます。安定してます。ありがとうございます。パーです。全然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 楽しくなってきた。喋るようになってきた。さっきまで喋りなかった口が開いてきた。なんか本当にもうやばかった。なんかもう押しつぶされそうだったもん、何かにね、うん、なんかすごいなんか重圧をさ一人で背負ってたよね、うん、しかもなんだろう、いや本当になんか本当3トンぐらいの重圧があった、うん、自分の体にしかも知ってる人たちでまだ公開されてるわけでもない。そうよ、また泣くかと思っちゃった。えやだえでも大丈夫。その時は私も泣くわ一緒にみたい。短いね、ここもね。ポール狙います。はい、ポール方向。うん、ちょっと右だけど普通にフェアウェイです。出てきた、振り遅れた、振り遅れた、うん、ボール狙い。はい、ドヒャー、ナイスショ。あれ、ゴルフになってる。よくない、良い。なんで？だってフェースに乗ってるもん。乗ったよ、うん。なんかひっついてた。ピューッつって。なんだね。なんでだろうな。さっきまでボールに当たるか当たらないかも分かんなかったのに。私空振りするかも。あのダフった時って本当に、あ、私ちょっと次空振りするかもって思った。思った。12歳からやってるよ。小6。うん。うん、最初はさ、ゴルフ場は行ってないでしょ。練習場でしょ。練習場もずっと練習場。え、何ヶ月ぐらいやってからさ、ラウンドデビューしたの。でもね、中学校1年生になって、うん、あのフルセットを買ってもらったから。あ、それまで行ってないの。それまではコースも行ってないし、クラブも練習場にあるレディースのゼファーっていう7番アイアンを。え、それだけ？うん。ね、ゼファーって何？いや、昔のクラブなんだけど、まあ、分かる方は分かるかな、ゼファーっていう。今ない？どうなんだろう。昔はね、あった、ゼファーっていう。もうちょっとこっち。っていうドライバー、あとドライバーをレンタルして、うん、そこの練習場で7番屋のドライバーだけ打ってた。へー。左足上がりなので、ワンクラブ上げます。7番球がドロップした子、ブフってイメージ。上の面を回して。ダフったけど、うん、運べた。うん。いいね。いいとこにあるよ。うん。
くなってからちょっと切れたかな。今スライスの、うん、カップ外す？うん、外してもいいと思う。合わせるんだったら外す。うん、一個しっかり。もう一個やっぱ最近、うん、フェイスがちょっと左に向いてる傾向が多い私、うん、ここでしっかり打てれば、うん、あっ、惜しい、惜しい、完璧なラインだったのにな。やっぱちょっと思ったより最後切れるね。自分的にはでも思ったところに打てたから、ね、打てたね、うん。あ、うまい。グリップままで。持ってきちゃった。やっちまった。はい。ゆっこがいました。ゆっこがお仕事してました。いただきます。いただきます。生姜焼き。チキン南蛮にしました。はい、いただきます。はい、うん、美味しい。お肉を食べて、うん、バーディーを出す。美味しい。あの油が少なくていい感じ。スタミナ系、うん、うん、うん、気負わず頑張ろう。うん、うん、うん、主役にね、うん、結局さ、あの例えばツイッターでありました、どこか美味しいところに食べに行きますか。